ポルシェ968リアビューポルシェ968カブリオレポルシェ968はポルシェにより1991年に944の後継としてリリースされ1995年まで生産されたスポーツカーであるポルシェの水冷 FR スポーツカーの最後のモデルである北米の後継機で大量に売れた944が 中古車市場で値崩れを起こし始めたため、根本的なテコ入れ策として、モデルチェンジが必要となったポルシェは、かつて924のデザインを手掛けたハームラガーに944のデザインをリニューアルさせ、1991年のフランクフルトモーターショーで1992年モデルとして発表された。944S2 のエンジンをベースに、 ポルシェ特許の可変バルブタイミング機構バリオカムを吸気側に組み込み、ボアファイ 104X ストローク 88mm で 2990cc はそのままに、自然吸気240馬力、6200rpm、31.0kgm、4100rpm を発生する新、4気筒エンジンを搭載した。 生産はそれまでのアウディネッカーズルム工場に代わって、シュトゥットガルトのポルシェツフェンハウゼン工場で行われた。944ターボや 944S2 と、シルエットや内装が似ているところから、多くのパーツを共用できると誤解されがちであるが、ドアパネルの形状、ウィンドウガラス面の処理、内装パーツなど、一見同じに見えるところでも違っているところが多く、 基本構成の83%が新部品となっている。パーツ番号が944または951で始まるパーツは基本的に944シリーズと共通である。ホイールは ABS に対応した944シリーズ後期型のホイールであれば流用できる。市場での反応は944の焼き直しと受け取られ、 価格設定が高価だったこともあり、販売はあまり振るわず、4年間で、クーペ、カブリオレ合わせて計12,776台を生産し、後継に当たるボクスターに組み立てて、ラインを開け渡す格好で生産を終了した。なお、開発当初は、直列6気筒エンジンの搭載も検討されていた。しかし、当時のポルシェの財政状況では、 新規開発が難しかったため、以前ポルシェがボルボ向けに設計したエンジンや、BMW 製の2.5リットルエンジンが候補に上がり、BMW 製のエンジンを搭載した試作車まで完成していたが、最終的に 944S2 を超えるパフォーマンスを得ることは難しいと判断され、計画は凍結された。ポルシェにおける FR 車の系譜は、 2009年登場のパナメ名ラまで途絶えることになる。ありがとうございます。